チャオこんにちは。今日はペンネアラビアータを作ります。材料はこちらです。本当はこれだけで作るんですよ。唐辛子とニンニク、まあ、あとチーズとか、まあ、この辺いろいろ人もいますね。バジリコで、あとトマトソースですね。黒オリーブも入れてみようと思います。それからアンチョビー少し使おうかな。こっちが粉チーズすりおろしてますね。はい、ペンネもパスタと同じ塩分量 1.5% ぐらいで入れます。でこれ結構長くてね、12分だそうですよ。これがペンネっていうのは英語で言うペンですね。つまりペンのペン先の形をしたパスタ。皮ついちゃってんじゃん。これダメね。皮取ります。種が入るとね、結構辛いんですよね。種なしでいきたいですね。こっからいこうかな。あ、こんなもんかな。すりおろしたチーズ入れます。結構多めね。
これで絡ませたら完成です。ちょっと辛みが足りないなとか思ったらこの時点で少し調整してみてくださいね。だいたい1分ぐらい混ぜ合わせます。盛り付けです。これ簡単でいいよね。ペンネアラビアータいただきます。あーいいね。本当はもっとピリッと辛いお店も多いんですけど、今日使った唐辛子ね、あれ多分韓国産なんですけど、やっぱりちょっと辛さがすごいマイルドですよね。だからイタリアの、普通に使う唐辛子ってこんなちっちゃいんですよ。今日使ったのこのぐらいありましたからね。その唐辛子の種類によっても辛さがだいぶ違うんだなっていうことが分かります。で、まあ、あの辛いのがお好きな人はね、そういうイタリア製の唐辛子とかあのバンバン使うと本当にものすごい辛いんでおすすめしますけど、まあ初心者とかあんまり辛いの好きじゃない人はこのぐらいで十分マイルドな感じで、いいと思いました。ペンネってすごいこう腹持ちするんですよね。なんでかというと一般的なロングパスタに比べると結構咀嚼しないと消化しないので、まあ、口の中で長く噛む時間が増えるわけなんですよ。まあ、そういう意味ではダイエットにもおすすめなのかなと思いますね。はい、ごちそうさまでした。ペンネは、まあ、ショートパスタ全般に言えるんですけど、茹で時間は標準茹で時間ぴっちりでも全然アルデンテです。なぜかというとロングパスタの場合は伸びやすいんですよ、やっぱり。だから例えば何かのパーティー会場でパスタを出すっていう時はやっぱりショートパスタの方が長持ちするんですよね。美味しい状態が長く続くっていうことなんで覚えておいた方がいいと思います。例えば何かパーティーを開いてパスタ出そうっていう時に一番やっぱり食べたいのはみんなパスロングパスタだと思うんですけど、ここをショートに変えてみると意外とずっとお酒のおつまみ的に食べられて、しかも冷めてもまずくならない。まあこれがショートパスタのいいところなんですよね。今日はまあそんなところで終わりたいと思います。ペンネアラビアータでした。どうもありがとうございました。チャオチャオ。